はい、今日はね、猫のね、紹介をね、この猫の紹介をしてほしいという人がおったんで、またね、ちょっと紹介させてもらいます。はい、この子がいっちゃんです。ね、黒猫のメスで、ポンハウスでは、一番古いかな、このポンハウスでは。ね、ほんで、赤の首輪とね、ここのこの模様がね、この子のトレードマークです。ね、ここで人によう慣れてる、ね、一番ポンさんにね寄ってくる、ね、猫かな、いっちゃんね。ここでよくねカリカリね限度を知らんと食べてねよく吐く子ですな、いっちゃん。はい、いっちゃんです。はいはい、ごまちゃんです。この子はね5番からねごまちゃんでついたんやけどね、この子はまあ朝はちょっと間違おうてんけど、この黄色のね首輪してメス猫です。まあ、この子もねおとなしい性格でね、可愛らしい子ですよ。まあ、顔が大きいのが特徴かな。まあ、ランちゃんも最近追いついてきていますけどね。まあ、これがゴマちゃんです。耳カットメス猫でね、はい、ね、ゴマちゃんわかるかな。はい、はい、この子がねランちゃんです。首輪はやってないけどね、メス猫で耳カットはちょっと違ったかな、おばちゃんと。ね、よく似てますけどね、首輪でね、判断できると思います。この子もメス猫でね、まあ、ポンさんがね、横浜銀杯のね、好きいうことでね、それのね、リーダーの名前からついたんかな、ランちゃん、ね。はい、この子がランちゃんです。はい、この子がミオちゃんです。ミオちゃんもとね、ブルーちゃんとおるけどね、青の首はついてるけど、ミオちゃんのがちょっと大きくてね、うん、この子もね、メス猫で、一回ね、出産経験のある子で、ね、前におったミココちゃんとかね、の親です。まあ、ルルちゃんのお母さんでもあるかわからない子でね、おとなしい、綺麗、上品な子です。はい。この子はブルーちゃん。ね、なっちゃんとよく似た性格でね。この子もメスで、ちょっとね、大きくならないのかな、ちょっと。いつまでもちっちゃい、ね、ブルーちゃん。で、いつもね、はーっていう子ではないけどね。で、可愛い子ですよ、この子は。な、ブルーちゃん。いつも餌をね、缶詰みんな持ってる時にね、上から読んだりしてね。うん、存在感をね、ちょぴっとアピールする子です。ね、これブルーちゃんです。ね、はい。はい、トラキチです。電気つけて。この子はね、黒猫でも、家猫のね、黒猫よりも、一番この子は男前になっちゃうかいうぐらいの子でね、優しい子です、この子は。まあ、唯一オス猫、この子は。黒猫で、この中ではオス猫は一匹かな。気の優しい子ですよ、ほんまに。ね。はい。トラキチ。こんな感じで。ね。ちょっと、ブルーの目になってるけどね。フラッシュ浴びて。まあ、誰とでもね、仲良くできる、ね。優しい性格の持ち主です。はい。はい、この子はね、みなこママのね、子供の、ね、ももちゃん。ね。この子もメス猫でね。兄弟が5匹おって、そのうち黒猫が、の兄弟、メス猫ね、2匹おるんやけどね、この子の兄弟で。な。はい。可愛らしい子ですよ。うん、な。また目屋についても。この子はね、ちっちゃい頃からね、目屋に出たり、ポンさんが用取ってた子なんやけどね。ちょっと、また汚いな、お前。しょっちゅう取ったって言うんですけどね、目屋に。汚いな、お前。ティッシュで取らなかんな。まあ、だけどね、ここまでね、育ってくれたというね。ね、まだ目に出てんな。な、かわいらしい子です。ね、みなこのね、ママで。ね、みなこママの子です。メス猫です。はい。はい、この子もね、みなこママの子、娘でね。ララちゃんです。今、目怪我してね、よくね、ちいちゃいのにね、大きい猫にね、
よく喧嘩を売っていくようなね、度胸ある子です。メス猫でも。ね、やんちゃでね、ものすごい子なし、いつも汚してばっかりしてね、悪さばっかりする子です。ね、メス猫でね、可愛らしい子ですよ、子供も。ね、目早くで治ったらいいけどね、誰かに書かれてんのね、お仕置きされたと思います。はい、そんな子です。はい。